サルバドール・ペレス・ディアスは、ベネズエラのカラボ・ボ州バレンシア出身のプロ野球選手。ウト右打ち。MLB のカンザス・シティ・ロイヤルズに所属。愛称はエルニーニョ。4歳の時に両親が離婚し、以後母親の手によって育てられる。ちょうどその頃に野球を始めたが、初めて保守を務めたのは8歳の時であった。 早くから才能を発揮し、12歳になる頃には、コーチから将来のメジャーリーガーとみなされるようになっていた。2006年9月27日にアマチュア FA として、カンザスシティロイヤルズと契約。2007年にルーキーリーグでデビューすると、いきなり48%という高い盗塁阻止率を記録し、注目を集める存在となる。守備に比べて打撃は課題とされていたが、 2010年は A 級ウィルミントンブルーロックスでリーグ8位の打率290を記録し評価を高めた2011年は A 級ノースウエストアーカンソーナチュラルズでスタートしたペレスは79試合で打率2839本塁打という成績を残しトリプル A 級オマハストームチェイサーズへ昇格首脳陣はロースターが拡大される9月に ペレスを昇格させる構想だったが、マットトレーナーとブライアンペーニャの両保守が離脱したことにより、予定より早くメジャーへ昇格することになった。8月10日のタンパベイレーズ戦でデビューしてからは21歳という若さながら正保守として起用された。2012年2月26日に2016年まで5年700万ドルの契約を結んだ。 2017年から2019年までのオプションを含めると8年2175万ドルとなり、最大で500万ドルの出来高もつく。しかし、スプリングトレイング期間中に左膝の半月板を痛め、復帰したのは7月になってからだった。復帰後は3割を超える打率を残し、リーグ1位の盗塁ソシ率42%を記録した。2013年は、 シーズン開幕前の3月に開催された第3回、ワールドベースボールクラシックのベネズエラ代表に選出された。同大会では、ミゲル・モンテロの控えとして2試合に出場した。シーズンでは初めて規定打席に到達し、オールスターゲームに初選出された。保守としての出場試合数はマット・ウィータースに次いで、リーグ2位。オフには、自身初のゴールドグラブ賞を受賞した。 2014年は、自己最多となる150試合に出場し、保守としての出場試合数は両リーグ1位。打率こそ、メジャーデビュー以来初めて、290を下回ったが、長打力がマしに類だと本類打で、自己ベストを更新。またメジャー初盗塁も決めた。守備では、失策級 DRS12、3年連続30%以上と、 なるトールイソシリツという成績を残した。2年連続でのオールスター選出、チームのプレーオフ進出もあり、充実したシーズンを過ごした。9月30日のオークランドアスレチックスとのワイルドカードゲームでは、延長12回裏にサヨナラアンダーを放ち、ディビジョンシリーズ進出に貢献した。オフには2年連続となるゴールドグラブ賞を受賞した。また11月7日に、 日米野球2014の MLB 選抜に選出された。2015年はオールスターゲームの投票では2位のラッセル・マーティンらに大差をつけ1100万票以上獲得し、3年連続で選出された。この年は142試合に出場し、打率260、自己ベストの21本類が3年連続70以上となる70打点を記録した。 しかしメジャーデビューから4年連続で出塁率は低下した。守備では139試合で守りにつき、保守では4失策、自己最高の守備率99、996、盗塁阻止率31%という成績を残した。2016年はシーズン開幕前の3月1日に既存契約のうち2017年以降の球団側選択オプションをなくし、 新たに2021年までの5年増額5250万ドルで契約を延長した。シーズンでは139試合に出場して打率、247、22本塁打、64打点という成績を記録。打率と合わせて119三振を期した一方、本塁打と二塁打はいずれも自己最多と長打での成績を伸ばした。 オフの12月5日に第4回 WBC のベネズエラ代表に選出された。2017年はシーズン開幕前に選出されていた第4回 WBC に参加。3月10日のイタリア戦で負傷し代表を離脱した。シーズンでは6月10日に通算100本塁打を達成した。2019年3月にトミー・ジョン手術を受けシーズンを全休した。 2020年はシーズン開幕前にアメリカ合衆国に帰化した。7月4日にはナインティ1 9に陽性反応を示した。シーズンではナインティ1 9の影響で60試合の短縮シーズンとなった中で2シーズンぶりに復帰し、37試合に出場し、打率333、11本類打32打点の成績を記録。 自身3度目となるシルバースラッガー賞を受賞すると同時にカムバック賞も受賞した。2021年はシーズン開幕前の3月21日にロイヤルズと4年総額8200万ドルで契約延長した。オプションとして2026年は球団側が選択権を所持しバイアウトの際は200万ドルが支払われる。 シーズンでは7月1日に通算7度目、ファン投票では通算6度目となるオールスターゲームに選出された。オールスターゲーム前日の7月12日に7番保守で先発出場することが発表された。また、同日に開催されたホームランダービーでは第1ラウンドでメッツのピートアロンソに敗れて敗退した。7月13日に開催された。 オールスターゲームでは先発出場し、5回裏に、レーズのマイクツニーノと交代した。身長は6フィート3インチで、保守としては高身長の部類に入るが、守備動作は俊敏で、パスボールも少ない。肩の強さ、送球の正確さも非常に優秀で、マイナーでの通算等類素子率は4割を超えている。打撃では平均以上のパワーを持ち、打率を残す。 コンタクト技術もあるが、積極的に打っていくフリースインガーであるため、支給が少なく、結果として出塁率は伸びない。2015年に阪神タイガースに所属していたマリオ・サンティアゴとは友人であり、サンティアゴが NPB で初勝利した際にはお祝いメールを送信している。ありがとうございます。